これ映ってるんだよね、大丈夫。時あったじゃないですか。本音だね。本音。最近やめるって言ったの。もう自分喋れなかったですね。3日間は。なんでその何そのわかんないじゃん。ぶつかった意味がわかんない。
奥さんのこと説得できんからあれだけどさ、やっぱり。なんか、その友達だとか、なんか、こうだとか、絶対仕事帰ろうか、その簡単に、ね、戻ってたら、やりたいこともできんやん。その会社は、まあ、すごくいいとこだったらいいかもしれないけどさ、わかんないから俺らも。でも、うちの会社って、まあ、YouTube もやって、評判もあって、いろんな顔を知られるから、その土台はあるわけやん。タテがやめてさ、俺らがどんどん上上がってたら、なんか、悔しくない？うわ、俺あの時あそこ乗ったらよかったなとかさ、うわ、俺あの時は食ったら、うわ、あそこまで取ったのかなとかあるじゃん。ただそう思うと、もう、まあ、自分の意思も大事なんじゃないかなと。なんか俺知らんけど、なんかショート喧嘩したんじゃないのかな、やめるやめるとか。やっぱ、こう、人それぞれやり方が違うっていう。今までは自分でやってたっていうのがあって、自分のやりやすいようにこう優先して仕事をしてた。やっぱ今、いざ社員っていう立場に置かれて、まあ、先輩方がいらっしゃって、その中で自分のやり方を出していくのが難しいっていうの。一つとるで、俺も違うし、パンタもショーもそうだし、トシ君のやり方が違うから、これだっていうのがあるんだったら、突き通すしかないさ。まあでも、周りから言われて、こうだろうって言われて、それを素直に受け入れることもするじゃん。こうなったら、ことの方がいいかもしれない。自分の意見があるんだったら、それをどう伝えないといけないし、俺は幸福だからこんな風にしたいと。バレてなかったですか？時間だろ。やったね。さっきまで LINE しとったのに最近だな。ごめんなさい。さすがカメラマン。いい腕してますね。ありがとう。そういう勝負。あそこ。カメラ。ちょっと探しとったよ。どこにもねえ。今日はいい動画になりますんで。ありがとうございました。カメラ止まったの見たの。ありがとうございました。ショクどう思いました？いやマジで考えた。どうしようって思ったけど、これで家庭のことやるとしょうがないもんね。確かに。俺一個思ったね。家庭はどうなの？みんな突っ込めんぞと思った。なんかもう意見が合わんとかやり方が合わんとか言って言ってくれ、俺らもさもっと強く言う。家庭がとか。チャンネル登録といいねお願いします。お願いします。また見てね。